いつも大変お世話になっております QCD 革新研究所の中村です。今回はここに示しましたフェーズ3、ものづくりトップキーマンの皆様が活動しやすい環境づくりとともに実際に活動された上でどういうふうに外部から評価されるかという内容を整理して紹介させていただくことにしました。すでに多くの方がご覧になっておられますが、今回のシリーズのフェーズ1は実力アップに対する必須要件をまとめました。フェーズ2はそれを率先垂範してリーダーシップを発揮する内容についてまとめました。そして今回は活動のしやすさをどうするかということと、実際に活動したあるいはされる場合の評価についてまとめました。今回シリーズ3でアップした内容はここに示した通りです。各項目はオンデコシリーズの PR 版なので5分程度です。時間は短いのですが、コンパクトに内容をまとめてますので、ご参考に願えると幸いです。なお、この内容は後で再度アップさせていただくことにします。今回のシリーズはここに示したような視点で内容を整理しました。それでは順次内容を紹介させていただくことにします。